決めました。オンラインお話し会だねにしました。決めました。こんばんはみんな。僕はつんだいきなりつんだ、ここから先に進めない。ひろかちゃん痩せましたね唐突唐突だな。そうですね、痩せましたかも。痩せてし、あ、乳液が落ちてしまった。痩せましたか。いてて、あれどうやってやんなっけ。痩せてたら嬉しいな。よいしょ、こんばんは。ちょっと待ってね、もうちょっと上にしてみる。できた。あ、やばいやばいやばい、めっちゃ上になっちゃった。もういっかめっちゃ、よいしょ。こんばんは、改めてみんなこんばんは。ふう、そう、アイロンをさ、ほんのさっき、ほんのちょっと、ん、ついさっきやってたんですけど、もうやったので、やり終わったので、そう、なんか時間がさ、すごくあって、どうしよっかなと思ったから、もう始めちゃいました。半からの予定だったのにそうなの、始めちゃったの。そう、見てほしい、みんなに、ここのね、今この触覚を覚えててほしい、みんなには。そう、あ、こんばんは。そう、みんなにはここのね、この触覚すべてを覚えててほしい。もうすごいんだよ、ここの触覚、どの長さでもいけますから。すごいでしょ、すごいでしょ、すごいでしょ。なんかどこまでも、そう、ババババババって、そのなんていうの、ここにさ、こうだんだんにしてないんだけど、だんだんにしてないんだけど、そのなぜかこう、もうだんだんになっちゃってて、早く美容院に行かなきゃいけないんだけど、でもそのさ、今行っちゃうといい段階で取れないから、その壁章ね、そう、だから壁章を撮影する前にギリギリまで待つ待ちたいと思っている。そう、だからすごいんです、ここの髪が。そう、みんなにはね、この髪を覚えててほしい。これがビフォーアフターみたいな、そのスクショしろって言ってるわけじゃなくて、そう、ビフォーアフターをね、ただこの今、そう、焼き付けててほしい、目と耳に耳はいっか。そうね、壁車楽しみ。あ、そうそうなの、そうそう、言えばそうだった。4期生公演の前、ごめん、間違った、壁車前って言うとあれだった。そう、4期生公演の前にはね、やっぱりバッチシな私で挑みたいのでね。そう、そうなのよ、すごいことになってるんだ。 こっちはまだ大丈夫か。そう、でもね、どうしよっかな。そう、壁車本当に迷うな本当に迷うんだよね。そう、前髪は一応ね、去年私これだったんです、この前髪で行ったんだけど、普通に私はアイドル前髪にしようと思います。これね、これね、わかんない、みんなが実際私の壁紙見て、あ、あれ違う、裏切ったなってなっちゃうから。そう、何にしよっかなって、そう、迷いどころでしかないんですね、とにかく迷いどころでしかない。新潟の美容室で一番のところ、どこが一番なんだろうね。あ、そうだ、星野ルビーが多分裏切ると思うけど候補はね、そう、二択に絞ってて、その二択がの天秤でこうなってるんですけど、あの第3の選択肢の星野ルビーの髪型 5% の確率、だいたいまあ半分半分みたいなぐらいなんだけど、そうそう、最後の選択肢的なものがありますね。
第三の選択肢。そうでもね、ちょっともうほぼ決まっ、いや決まった、分かんないな、決まってないんだよね。そのまだやったことがなくて、私実際この髪型をね、やったことがないっていうと難しいんだけど、そのヘアメイクさんにそのやってもらったことがないんですよ。もう基本もうまっすぐストレート片耳かけとかしかやったことないので、だからさ本当に何にしようかもう迷ってて、本当にね、そう、いや渋谷までは行けないよ、そんなそんな。そうメイクさんにはこれがいやこれでいいと思うよって、その今二択で迷ってるんですよってそう話してたのね。そしたらえ私これがいいと思ったけどなって言ってくださって、あじゃあそうしよっかなっていう、そのそう、そのなんていうのかな、もうなんていうのちょろいっていうかその私がこの髪型今度やってみたいんですよねっていう話をしてて、で来年の壁紙はこれでも迷ってるんですよって言ったんですね。そしたらいや私はひろかちゃんこれが一番似合ってると思うからって言われて、あ本当ですかみたいなあそうですかって言っちゃって、そうヘアメイクさんにこの髪型も挑戦してみたいんです、そうおすすめもちょろいんです、弱いんですなんだけど、でもそうこの髪型もやってみたいんだけど、まあでも私と言ったらこれなのかなみたいな部分があるよって言われて、そうなんかひろかちゃんがその今髪伸びたんだしみたいな、そうって言われました。もうほぼ答え言ってるようなもんだけどそうほぼ答え言ってるようなもんだけどそうまあねほぼ答えは言っちゃってるけど、まあ実際どっちに揺れ動くかみたいなところはあって、そうなの、壁車迷うね。そう前回の生写真撮影でもそのなんていうのかな、めっちゃスタッフさんにもめっちゃ似合うっていうか、そうなんかすごい改めて見た時になんかパッとするよねって言われて、パッとするっていうかそのなんだろう、パッとするって言われたんだけど、なんかその多分なんだっけ、なんて言われたんだっけな、なんか言われたんだよね、その改めてめっちゃ良さが引き立つよみたいな言われて、あ嬉しいと思ってそうなんかそのさ、なんだろう、他人の目ってさ自分よりもやっぱり鋭い部分あるじゃないですか。そうだからちょっとねどうしようかなって思って、あーありがとうたくさん、そうさっきからねすごいめっちゃ私軽快に喋ってたけど、そうギフトね本当にたくさんありがとう、さっきから本当にありがとうね。そうなの、そう褒められるとねやっぱ嬉しいですよね。うん、でもいろんな髪型、いや難しいね難しいね、いや難しいよ難しいね難しいけど、でも何がいいんだろうか、なんかめっちゃ眩しいんだけど、あめっちゃ強かったわ、イエーイ、一番最初にしました眩しい眩しい眩しい竹、たくさん本当にギフトありがとうね、ありがとうございます。こんばんは皆さん、そう今日みゆみゆさんの生誕祭でしたね。しいたけ食べれる、
自分から食べたいとは思わないけど、まあでもそのなんだろう、何に入ってる椎茸って、椎茸って何に入ってるかな、椎茸って何に入ってるかな、いつも椎茸っていつも何に入ってる、何に入ってるかな、難しいな、何に入ってる、煮物、煮物、あ、なんか確かに、でもこのでっかいその丸のやつ、そのバッテンがついてるやつだったら、その一気に一口で食べれないかも、そのちょっとずつじゃないと食べれない、だからこう切ってある椎茸だったら、そのなんだろう、そのまんまこう食べれる、そのまんまじゃないかな、なんていうのかな、その他の具材と一緒に食べて紛らわすことできるけど、あんまりその一つ丸々食べたことないから。天ぷらがあるんだ、あ、そうなんだね、あ、そう、すき焼きあれでしょ、そのバッテンのやつでしょ、うん、やっぱすき焼きぐらいなのかな、難しいね、そのいざ椎茸って何に入ってるだろうって言われたらあれ何だろうってなっちゃうね、本当に何でだろうってなっちゃう、何だろう、何でだろうじゃない、ごめん、また間違った、何に入ってるんだろうってなる、刻んでチャーハン、あ、そうだったね、チャーハンか、あ、でもなんか中華料理だからその椎茸入ってるってことかな、キクラゲとかと同じ部類ではないかなキクラゲとはまた違う、また違う、キクラゲと同じものだと、同じものっていうかその同じ感じ、しいたけとキクラゲってなんかさ同じ系じゃない、そうでもない、でもラーメンに入ってるかって言われるとラーメンに入ってないし、かといってってなるよね難しいね、しいたけは難しいだけということで、はい、それなんだろう、あと、あ、そう、何の話しようとしたの、あ、そう、みゆみゆさんの生誕祭でしたね、今日はもう素晴らしい生誕祭でしたこれ、うん、素晴らしい生誕祭、結局嫌い、なんだろう、そのツナとかよりはまだマシ、その自分からは食べないかな、そう、ね、めっちゃよかった、なんかめっちゃ高すぎたかな、これもうちょっと下、これだ、これぐらいかな、もうちょっとこっちか、ドアが映るわ、真ん中にいたいもんね、でもこの画角でここにいてもさ何の話ってなっちゃうもん、これぐらいかな、そうだよね、そう、でもなんかね、生誕祭をやってる風景を見るとさ、自分の生誕祭って開催されるんだろうかって考えちゃうしさ、その開催された時はどんな風なんだろうって勝手にこうなんか想像しちゃうのね、あの、なんていうの、妄想、想像っていうかもう妄想、妄想の話です、これは。そう、バッチリ、あ、よかった、バッチリ、そう、もう想像し、想像じゃない、妄想妄想しちゃうのね、あの生誕祭、自分だったらこんな感じになってるのかなとか、そう、緊急セコイあるのか、そう、だから、そう、そうなの、ちょっとね、だからそう、期待半分みたいなところがあるから、あ、そうなの、お手紙は誰からなんだろうとか、なんだろう、自分のその象徴するものといえば何なんだろうって考えた時に、そう、8月生まれなんです、8月8日生まれで、8月生まれが4人いるから、そう、4人いるんですよまず8月7日のサフちゃんでしょ、で8日の私で、10日のコマで、28のももちゃんがいて、そうなの、88人に青色光らせて、俺
あ、じゃあ88番と8番に座った人、そう、8がつく席に座った人、8番、18番、28番、38番、48番そうで、58番なんで230までの8番に座ってる人が青色つけて、他の人はなんだろう、消灯みたいな感じそう、私8月8日生まれだから8が大好きなのね。そうだから8番、88番とか、その8番に座った人はでもそれはね、私が考えることじゃない、ないと思うので、多分そうめっちゃなんか楽しみ、楽しい星座作ってもらう獅子座、獅子座作ってもらう。じゃあこう席でさ、こうやってこうで他の人消灯で私獅子座生まれなんだけど、そうなんかね、誕生星みたいなのがあるんですよ。それが確かね、なんだっけ、ヘビ使い座だったかな、なんかそこら辺でヘビ使い座のなんちゃらなんちゃら星なのね、なんちゃらなんちゃらベータ星とかだったから、そのヘビ使い座の星座を作ってもらってそう、めっちゃ大変だと思うけどそうめっちゃ大変だし、やらないでくださいね、本当にいやでも私が決めることじゃない、そう、私が決めることじゃないし、まず開催されるかもわからないから、そのこうやってどんどん期待してくと、その期待して損したって勝手にさ、自分が勝手に妄想したくせにってなっちゃうから、そのね、なんていうのかな、話半分でそうみんなが聞いててほしいしでもやっぱり妄想しちゃうよね。そう、緊急性公演が始まってさ、その緊急性公演のユニットは自分はどういう曲やるんだろうっていう妄想もしちゃうし、そうで、その妄想もしちゃうんだけど、でもいざ生誕祭、自分がメインの日が来るのかなって考えると、そう考えるとっていうか考えちゃうし、そうね、誰の生誕祭やるかな、楽しみだね。あ、ありがとう、今から楽しみにしてるあたりがひるかちゃん、あーもうあれだ、あれですね、私あれだ、あれだ、先走り効果、あゆか、あゆ2月だもんね、2月1日生まれだから、4月生まれからか、あゆからか、難しいですね。1月ってゆうたんかな、あゆかゆうたん、どっちなんだろう。そう、でもなんかね、すごい楽しみそう、ニヤニヤが止まらない、本当にニヤニヤが止まらないし、ニヤニヤしちゃうこのさ気持ちをさ言っちゃったしさ、もう誰も今私を止められません誰も今私を止められませんはい、ヒロカッピは泣くと思う、あ、お手紙ですか、え、絶対泣くでしょ絶対泣くと思うよ私、多分、例えば誰だろうな、ヒロカ、とか来たその時から、ってなってると思う。お手紙が届いていますから、もう本当ですか、ヒロカ、あってなってると思う、もうそこからあ、ありがとうありがとうね、ありがとうございます、11点ありがとうね。そう、多分そう、曲てんてんってなってると、でそれで、もうこれはね、みんなに言ってる話だと思うんですけど、そこから自分の生誕祭の話をねするときは
そもめっちゃもう巻物をこうやって伸ばしてそう生誕祭にお越しにお越しえ劇場に足を運んでくださった皆さんありがとうございますって、そう例えばなんだろう7時半に終了だったとしても多分8時半に終わるだろうしそう多分ね、そうこうやってガラ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 ってそれかあのお手紙パサッ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 そう花束だっけなんかさそのマイク持ちながらパサッパサッってやるのめっちゃめんどくさいからさそうパサッ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 って絶対なると思うしそうあの本当に急に意味のわからない話すると思いますよあの例えばさその生誕祭の場所ってなんだっけ目標とかさその今まであったことを振り返りながらこれからの目標を言ったりとかそういう話をする場所だけど急にそう私はこの新潟に生まれ育ってそう新潟で好きな食べ物はお米なんですけどもう新潟に生まれてるからお米ってなんか美味しいのが当たり前で。言い始めるからそうだから他の県のお米をそんな新潟からもあんま出てないしそう急になんかコシヒカリのこととか話し始めちゃうかもそう別にそのさアラブラがねそう閉まる前にそうみんなをこう閉まる前にこうねラブラからそう出すことが私の使命ではあるからあそう新潟県そうあの磐梯橋の生誕祭みたいな そうそれのスピーチを担当する佐藤弘香みたいなそうありそうなんだよな普通にうんありそう本当にありそうカピちゃんの生誕祭はお昼公演だからお昼公演に開催しちゃったらあの影な夜公演の影穴であの本日5時からの開始でした思い出いっぱい公演じゃないか研究生公演ですがあの佐藤弘香のスピーチが長引いたため6時から開演させていただきますってなっちゃうからそうそこからだからうん多分ねあの難しいですよそうかといって平日だと8時半にその公演は終わるけれど8時半に終わらずに10時半にみんなを返すことになるのかそうだからもうみんなはねそうあじゃあ言っとくわ絶対平日だとしても休日だとしてもあの次の日のために一応あの他のね都道府県からいらっしゃる方々はそうそう宿泊先をこう予約されて予約してそうここに来てください。新幹線で帰る人はまあ多分帰れないことをねそう帰れないことをまあうんねうんそう帰れないと思って決まった瞬間に宿ったあ劇場はあの泊まれないので多分劇場の中はきっとあのねあのマネキンが走ってると思うのでそうマネキンが走ってると思うのでそうだからダメラブラは泊まれないそうラブラの門が夜になったら急ラブラの門じゃなかった劇場の門が夜になったら急に開いてそうなぜか開いたと思って中に入ると佐藤弘香が一人で踊ってるからそう暗い劇場のステージの中で佐藤弘香が一人だけでこうアカペラで踊ってるからそうだからダメです。そうダメですよダメですよあそうアフターパーティーのアフターパーティーしてるから、いや違うアフターパーティーのアフターパーティーのアフターパーティーしてるからダメ、そう絶対ダメだから、そうみんなダメだからね、そう
あの劇場のさ、あの何番からなんだろう、あの椅子が高くなってるから、その椅子が高い分腰が疲れちゃうと思うからの、あの脚立みたいなあるじゃないですか、ちっちゃい脚立、劇場に置いてあるの分かるかな、足元に置かれている脚立あるじゃないですか、脚立、脚立っていうか脚立で合ってんのかなそう、あの脚立みたいなあるじゃないですか、足乗せられる、そう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 、そう脚立みたいなのが、あの一緒にバックダンサーで踊っててくれてるかなそう、私たちが、私が、私一人が、私たちじゃない、私一人が踊ってるのに、こう一緒に後ろでそう並んでこう手つないでさ、逆立ちとかしてるかも知らないから、そうみんなはね、ダメです、入ってきたらもう最後そうトイストーリーかなんかだと思う、そう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 、そうファンタジー、ファンタジーそうファンタジーだからそうダメですよ、だから入ったらね、劇場の中に入ったら4期生の佐藤弘香の声が聞こえるそう言って、そう言ったあいつはもうあれから3日、俺は会っていないってなってしまうからそう、もしかしたらね、その人が脚立にされてるかもしれないので、そう私のバックダンサーの一人が増えてるかもしれないのでそう私がおまじないをかけて脚立に変えてそうだから、そうならないようにみんなは夜の劇場は入っちゃいけないんですそうねねはい脚立の例になってしまうので、あそう荷物入れのペンライトとか、そうペンライトとかのさ入れるカゴとかもさ、こう一緒にこう組体操とかしてるそうこうやってこう組体操をしてるかもしれないのでそうね、腰抜かしてあーってなっちゃうから、そうでも冷静そうだな、そうね、紙飛行機降ろされてね、紙飛行機もね、なんか研究生公演もさ、そのなんだろう、紙飛行機みたいな、紙飛行機じゃないけど、その飛行機雲の紙飛行機みたいな、あのなんだろう、お客さんにこうさ投げ入れる投げ入れるっていうか、こうプレゼントできるようなものとかないんですかね、ないんですかね、なんかあったら楽しいと思うんだけど、その時は DMM カメラ動いてる、いや動いてない、動いたらそのだからバレちゃうから、私がソロ公演みたいなやってることサインボールレモネードかけるダメ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 、でもレモネードかけるちょっと面白いそうだね、レモネード、そうだよね、ビンゴとかもあったらね、確かにレモネードかけるちょっと面白かったね今ね、でもなんかストローとかいやわかんないけどね、なんだろう、4期生楽曲が季節外れのアイスレモネードだから、雪投げたりとか、そう季節外れのアイスレモネードだから、そのなんだろう、季節に限定されてないのね、その楽曲って。一応まあ冬の話とはいえ、夏のことも歌詞には入ってるし、そうだから全部のことを言えるから、季節ブロックとかあるじゃないですか、その思い出いっぱい声に季節ブロックって言って、春夏秋冬で変わるものがあるけど、それと一緒で季節ブロックって言いながら、そうそうそう、ね、劇場でなんかレモネードとか販売できないのかなダメか、そうあのみんな気づいてるかな、あの小越さんのさ、過激少女のあのなんていうの、パンフレットみたいなのが劇場の窓口に置いてあるんですけど、
そんな感じでさ、そのレモネードとか無理か、無理かな食べ物とかさ売れないんですかね。あれはじゃあ、今北海道で思ったんだけど、北海道付きチケットとかそうプラス100円とかで、その劇場の料金プラス100円でその北海道付きチケットとか、あレモンのスクイーズいいね、レモンのスクイーズ付き、めっちゃ言いにくい、レモンのスクイーズ付きチケットとかどうかな。HKT だとおしどりんこ、えめっちゃいい、良さそう。冬場限定、じゃあ夏はさヒアロンみたいな、ヒエロンみたいなやつをつけて、でも劇場はそのなんだろう、どっちかというとなんだろうな、ペンライトとかの方がいいもんね。ペンライトとかさ、タオルとか、なんだろうな、難しいね。なんかでもそういうなんだろうな、4期生だけの何かも作ってみたいよね。冷えてるタオル、あ確かに良さそう。そうチケット代高くないだからそのチケット何円かのプラス200円とか100円とかで北海道みたいな何何何、 AKB 劇場自動販売機、あね販売機あんのかな、劇場はあるんだっけ、 NGT はないんだっけ、ないのか、ないっていうかそう外にあるのか。ヒロカッピ営業担当になったでも私営業担当になれないからな、多分そういう経営のあれがすごい下手だと思う。メンバーランダムさんに、えめっちゃ良さそう、え全然いいと思う、めっちゃいいと思う。そのランダムな生写真みたいな感じでさ、そのチェキみたいな一瞬の花火の入ってるチェキみたいなやつやりたいですね。商品開発外いるかやりたいね、でもなんかやりたいですね。そうまた妄想に浸るんですけど、あの生誕祭のあれは来場者特典みたいなのあるじゃないですか、いつも生誕祭に来てくださった皆様にはそのステッカーとかそういうのを私もやりたいなって思って、めっちゃいいの見つけたので、もう今からいいの見つけたっていうか、今からもうね、あこれやりたいなって思うの見つけちゃって、だからだからこんな先走ってるんですけど、そうなの、だから私の生誕祭の時にはこういうのやりたいなっていうのももう勝手に決めちゃってるし、そうめっちゃ早いでしょ、早いんです私本当に、さすが早いでしょ。230枚かは分からないよね。そうでも本当にああこういうのやったらきっと永遠に残るものだし、やりたいなって思ったものを見つけたので、そう、そもしそのまあ普通の考え通りに行くとしたら、その来年のまあ夏あるのかもしれないけど、でもあるのかもわからないし、そう生誕祭もやりますなんて言われてないし、てかまず初日のことで頭がいっぱいだから、そうでもやっぱりそのいざ自分がこう妄想を膨らんでくと、あこのこれやりたいなとか思っちゃうのね、本当にもうなんかもう本当に恥ずかしい、自分でこういう話をみんなにさ、なんだろう、こう話しちゃってる、そう話そうね、でも会ってほしいよね、叶えていきたいと思います
そうでも自分がどんなユニットになるとかやっぱり考えちゃうから、そういうさ考えちゃうのってやっぱそうめっちゃ楽しくない？正直言うとそうみんなだったらあれかな、その初日っていうかその緊急性公演はどんな演目になるのかとか、じゃあこの演目になった時のこのユニットのメンバーはこれだろうなとか、そういう話するの好きじゃないですか、みんな好きじゃないそうウキウキ、そう夢は膨らみます、そうなの。推しの生誕祭のこと考えるのわかるのっていうか、そう自分の生誕祭の話なんだけど、一応4通りくらいは考えてる4通りそうでもねわかんないから、そう本当にね、あのもう本当にわからないし私は言わないし、そうだからねみんなも待っててほしいなって、とにかくね待っててほしいなっていうのと、自分はどんなユニットになるんだろうなっていうその妄想がまだ膨らんでて、そううんっていう感じですね自分はどんなユニットになるんだろうなってやっぱ考えちゃうよねずっとニヤニヤしてて気持ち悪いよねそうめっちゃニヤニヤしてる、本当にニヤニヤしてる、やばい、一回ニヤニヤしてる、やばいね、本当にどんなユニットをやるんだろうって自分で思っちゃう、そうどんなユニットなんだろうなーみたいなそうなのいろいろね、まだそのやる演目とかも知ってるけど、まだそのユニットはどんなユニットやるんだろうっていまだにその妄想しちゃうし、そうその可愛い系のユニットなのか、かっこいい系のユニットなのか、セクシー系のユニットなのか、はたまたなんだろうな、ポップ系のユニットだったりとか、あとはなんだろう、何人かとか、そう何人のユニットなんだろうとかめっちゃ考えちゃうからさそうどんな色にも、え、そう私はそうあれなんです、昨日のモモカピーヤもにゃ、いや多分昨日のチャットを、そう私とももちゃんとアンナのチャットをね撮ってくださってる方は分かると思うんですけど、アンナとももちゃんと全く同じ時間にメールとチャットを送ったんですそうだからその気づいてるかなっていう匂わせでした昨日はそうあんまり考えると眠れなくなるそう眠れなくなっちゃうから、そんな DD そうアンナのチャット、いや例えばももちゃんとアンナのチャットを撮ってくださってる方なら、その2人のね時間が一緒だったら、あじゃあ3人の写真だから私も同じ時間に出してるんじゃないかって多分想像ができると思うしそうでもこうみんなにこうさ演目だったり、その私は知ってるけどまだ言いませんっていうこのなんだろう秘密感もすごい楽しいし秘密感っていうか、あすごい楽しみだなって本当に思う。3つ揃わないと答えが出ないそうだね、1つじゃ多分気づかない、だから多分その匂わせ、そう私の匂わせが何の匂わせだったんだろうって思った方は本当に一途な方だと思いますそうでもメールの時間は分からない、その送った時間が一緒で
みんなに届いた時間は何時かわからないから、そうみんなそれぞれバラバラかもしれないし、みんな同じ時間に届いてるのかもわからないけど、そういつ見てもわかりませんでしたあれそう、それは何とも言えない地図だねHKT で過去に公演の演目を喋っちゃった先輩がいる、気をつけます気をつけます一途だった、おめでとう一途てんてんてん一途てんてんてん、そっかそっか、でもなんだろう、そうとにかくみんなにこう秘密にしてる期間が、そうとにかくなんかすごい幸せだなっていうか、こうやってみんなが本当に楽しみにしてくれてるんだなって思う、この期間が本当に幸せ。あのポーズに何か意味がある、意味、何何どのポーズしてたっけ待って、どのポーズしてたかも本当に気づかなかったです、何のポーズだろう。 SKE SKE さんにもいたんですか、いやでも NGT にはあのいないので、そう逆にならないように気をつけます、私が。あ、ガオポーズ、そうタスマニアデビルさんことヒノさんがね、昨日久しぶりに NGT48 劇場に帰ってきて、でその昨日はタスマニアデイだったのでそうタスマニアデイだったので、あのタスマニアデビルポーズをしました、私が。やりそうだから忠告した。いや私意外とそこはね、あの固いと思っててほしい、そうそう NGT でポロッと歌ってね、その未発表の曲、そうレモネードも一回も口ずさまなかった前例があるので、その前例を信じてほしいっていうと急にね、そう明日とかに、ね本当はね私たちの公演はこの公演やるんだけどって急にねあのみんな多分知らないと思うけどこの公演やるんだよねって言っちゃうと言っちゃうんじゃないかな、そうそういうこと言っちゃったら、だからそのならないように常に、もうここリングライトにさこう張り紙貼っとこうかなこの公演の演目のこの歌歌ったらダメみたいなババババってそう期待しても無駄です、そうだし、あの例えばこの公演やるのみたいなのが来たら、あもう私はもう素通り、あ今日は空が綺麗家にいるのにあのなんだろう、今日は空が綺麗だな、あーうーんうーんう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 ん、そう合ってても間違ってても言いません、そう私はねそこはねきっちりしたいと思います、急に黙り込んで、すごいみんなやっぱり私のことがあれだね、やっぱりなんかもう私よりもみんな私の佐藤ひろかのことをさ知っててくれてるっていうか、そのもうみんながさこうやって空が綺麗だなって私が言った瞬間に星が綺麗だなとかさ、すごいもう星座のことをいっぱいパパパパってこうコメントしてくれてるのがなんか、あ改めて本当に私のことみんな好きなんだなって好きなんだなっていうか、その好きっていうか好きでいてくれてるのかなとか思ったりとかそうだからすごいなんか嬉しいなって思いましたそうただ単に今思っちゃっただけやばい、ここでもニヤニヤが発動しちゃった、やばいな、なんか今日ニヤニヤする日だな、なんでだろうすごいニヤニヤしちゃうな、そう改めてねこうそうみんなが
何これ。そうみんながそうこれからも好きでいてくださいね。そうそう、いや釣ってないです、今本当に釣ってないよ。私今網かけてないもん。あ、じゃあこの話題変えますね。そうそう、じゃあなんだろう、だんだんだんが面白いっていう話でもしますか。そうそう思った。そうもうあのみんなをさこう網にかけ、あのタコツボとかそういうわけじゃなくて、そう私今思ったことすべてがこう口に出てるので本当に。そう一網打尽になってるのかみんな。そうタコツボとかこうさあの入れてるわけじゃないので。そうわかんない、なんかその釣りのなんていうの技術をさ私知らないからさ。釣りって何のその技術がありますか、何があるかな、釣りそのこういうさ、これは分かるんだよ、これこれこれは分かるんだけど、そのあと網でしょ、そう網は分かるのね、そうなんだけどあとなんだろうって思った時にタコツボしかなくない。このこのさ普通にシュッってやつと、あとこういう網、船の網と、あとなんだろうって考えた時にタコツボしかないなって思って、そう今考えるとそう、あとなんだろうなって。あ、カニ、カニ、カニか、カニカゴっていうのがあるのね。タコって貝から進化した、え、そうだったの。いや私もなんかタコって宇宙人だと思ってました。その思ってたわけじゃないんだけど、その宇宙人説を見て、あ、確かにありえそうって思っちゃった。そうまたここでもちょろい私が出てしまいましたが、そうなんかタコって確かに宇宙人って言われたら確かにぽーいみたいな。なんかその宇宙人ってさ、その火星人とかさ、あのイラストで描かれる時ってそのタコみたいな風に描かれるじゃないですか。そうしかもなんかいろいろその動画だっけなんだっけ、そのさ背景とかに背景とかにさこう一緒のさあれできるのってなかなかないらしくてさ、そうだから確かにタコって宇宙人なのかもって思ったから、そう宇宙人説信じていいんじゃないかな。この前宇宙人にハラちゃん使う、あーってなってた、可愛かったあれ。カメレオン的な、そうカメレオン的な宇宙人の妄想はしてない、なんか見た TikTok で見た。そう多分私だからそういうなんだろう、そういうなんかさ絶対にその信憑性のないことに多分ハマっていくんだと思いますよ。たこ焼きで宇宙人、多分そうだと思う、あれも宇宙人の形してるしさ、宇宙人は多分絶対にいると思う。そのみんな私の、じゃあ私がこれから唱える説をまあ話半分に、半分本当半分嘘みたいな感じ、嘘ではない、嘘は言ってない。そう聞いてほしい、そうみんなにはね、みんなには聞いてほしい。そのなんだろうな、宇宙人は絶対にいると思います。そう絶対にいると思う、宇宙人は絶対にいると思う。だってその他のところから、じゃあまた例えばなんだろうな、じゃあヒロカ星があったとして、その
この太陽系のとこじゃないところにそのヒロカっていう星があったとして、そのヒロカっていう星に例えば佐藤ヒロカっていう子がいたとしたら、その子から見た私って宇宙人なわけじゃん。だから絶対にいると思うけど、でもその私たち人間と同じでさ、その他の惑星とかに行ってその地球に来るほどバカなことはしないと思うっていうのが私がずっと前から唱えてる説。唱えてないかも、ごめん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 、待って待って、そう、なんか別のとこにいるとは思う、そういるとは思うけど、でもその地球にやってくるほど、地球に来て地球を侵略してやろうとかそういうことを思うほどバカじゃないと思います。そうそこまで、そう、なんだろう、なんだろう、多分頭が良かったら人間がすごい頭のいい生き物だっていうのもきっとわかるから、そこまでその人間が頭のいい人間がいるっていう場所にツッコミに来ないと思います。結構筋通ってない？そうでもない、そうでもないか。そう、そう、もっと頭が、私たち人間よりももっと頭が良かったら絶対に地球には来ないと思うし、かといって私たちよりもその頭が良くなかったとしても地球まで来れないと思うし、そうなのかなって思ってる。だからまだ私たちは宇宙人に、なんだろう、れっきとしたこう確証のある宇宙人とヤッホーってしたことないじゃないですか。なんか噂とか証拠がしっかり残ってるものってないじゃないですか。だからそうなんじゃないかなって思うのが私の説。私の説、結構筋通ってるかなって思います。ね、それも見た、そのバーチャル説みたいなやつとか、そのなんかいろんなさ説見ました。もしかしたらたこ焼きの実態調べてきた。そうかもしれない。あれかも。でも一つ思ったのが、あの私たちの目には見えないこのこれぐらいちっちゃいか透明人間みたいなやつか説もありそうだなって思う。それだったら信じるけど、そう、宇宙にほとんど行けない地球人は賢く、確かに確かに地球人は、そう考えるとその裏を返すとさその裏を返してしまうと、あ、じゃあ他の惑星に行ってない私たちは頭がいいのか頭が悪いのかって言われると、私の今の説を話すとそのね、そういうことになってしまうけど、でもそう、そういうことなんだよ。でも地球は地球で平和じゃん今。そうだからいいかなって思いました。そう、実際こう話してみると難しいですよね。そう、幽霊はじゃあいるのかって話になるけど、そうだんだんだん見たからさ、こういう話しちゃうんだけど、そうそう、平和で終わりました。話全然違うところでこうふにゃ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 ってなって、あ、話がまとまったと思ったら急に平和で終わっちゃったんだけど。そう、幽霊はでも半分信じてるけど半分信じてないかな。だって実際この目で見たことないからそれは信じてない、実際に見てないから信じてないけど、でも見たことあるって言ってる人がの話を聞いたことがあって、その見たことある人の話を聞いてたら、あ、確かにうんって思うこともありました。ありました。そう、私は霊感が全くなくて、本当に金縛りもないかな。劇場にいるの？なんか聞いたことあるけどさ、なんかいるらしいみたいな話は聞いたことあるけど、ダンダダンはアニメ、どっちもある、アニメも漫画もあるんだけど、私は今漫画で読んでる。そう、ジャンププラスだったら初回無料だからそれで読んでます。
そう、なんか霊感があるよみたいな方とお話ししたことあるというか、そうあるんですけど、いや全然追いついてないよ最新話まで。あのなんだっけな、なんだっけな、あのモモのさお家に来た男の子、ヤッホーみたいな、やさっきからヤッホーバカ話してるの。そうなんかめっちゃチャラい、チャラくはないけどすごいなんだろう、うるさいみたいな転校生みたいな来たじゃないですか。そのモモと一緒に住むことになった男の子のとこまで見た今。そうなんだそれそうだから、あ、ももちゃんじゃない、ももちゃんは奥村桃子さん、これからごちゃのあるもう奥村桃子さんなんだけど、そうじゃなくって奥村桃子さんでもなくて、そのももさんっていう子がいるのね、カタカナももなんだけど。いや、オカルンじゃなくて、オカルンじゃなくてさ、そのなんか茶髪みたいな、あ、そう、ジジさんです、ジジさんそう、ジジさんと、あ、じゃあアニメ勢の方にはすごいネタバレしてたのかも、ごめん、めっちゃごめんかも、めっちゃごめんかも本当にごめんなさい、うん、でもめっちゃ面白いからみんなはね見た方がいいと思いました。おう、ネタバレです本当にごめんめっちゃネタバレしてた。でも研究生公演のネタバレ、研究生公演のネタバレはしない。そう、それはでも約束してるので。約束、誰も約束はしてないと思うんです。こう誓ってるので、こうリングライトにさ、こう誓ってるんですよリングライトに、研究生公演のネタバレはしませんということを、あの誓ってるので。え、誓ってるってこの言葉で合ってるのかなじゃあリングライトと約束したので、約束したよ僕約束したよ、僕なのかな、私約束したわはいはい、そう約束したよーって一個光った、そう約束したからねそうだから、そう私は話しません、そんな役目もあった。そうリングライト結構ね、あの頼らさせていただいてるので、そうハロウィンナイト歌、ハロウィンナイト以外今歌っちゃいけないからさ。でも今日最初恋積んじゃった歌っちゃったけど、そうリングライトが消えると誓いがなくなる、いやなくならない、なくならない、そんなことない。そう1ヶ月切ったんだよ研究生恋まで。そうなんだけど、今はね、そう幽霊の話をしてるんだけど、その幽霊はいないかいるかで言われたら半分半分って感じですね私はいるかいないかって言われたらまあ半分半分なんだけど、そうなの。でも今の技術だったら多分解明できるんじゃないかな、幽霊のこと。そのさ、なんか幽霊とはまたちょっと違うのかもしれないけど、そのさ、なんか亡くなった方のさ、なんか体重を測ると 45g 足りませんみたいな、 45g だっけ、なんか 47g 足りませんみたいなあるじゃないですか。そう、それはあの魂のなんか重さなんだよみたいな話あるじゃないですか。そうでも絶対にその今の技術だったら絶対に解明できるはずなのね絶対に分かんない、私がその研究機関とかをすごいすごいものだと思ってるから。そう TikTok 情報なんだけど魂の重さなんだよっていうのあるけど、絶対それちょっと昔の話で、今未だに解明できてないんですっていうのはそれちょっと昔の話であって、絶対今だったら解明できるはずだけど、わざと解明してなくて、そのなんだろう、幽霊の信憑性を高めてるというか、
絶対に今の技術だったら絶対に解明できるはずだけど、わざと解明せずにみたいなてかそのTikTok で見たからその魂の重さっていうのもまた本当の話かは分からないし、そうそう、あ、これひろか説第2です。そう、あ、そう、でもその心霊のさ、お分かりいただけただろうかとか見るのめっちゃ好きだったんだけど見れなかったんだけどそう、見れなかったんだけど見るのは好きだった。そう、めっちゃ今もうんみたいな、手のひら返しのもうクルンクルンなんだけど、そういうことじゃなくて、その見るのは好きだったんだけど、そのお母さんが隣にいて見てたみたいなそう、だから怖い瞬間になったらこうしてこう来た来た来たってお母さんに聞きながら見てました。そうそう、でももうお母さんは強い人だから、そうお母さんは強い人だから、そのいやこれは合成だとかいやこれは絶対にありえないとか言うんですよ。だからそれを言われた時に確かにってそう、めっちゃこうやっているやばいやばいやばいですかまだですかってお母さんに聞きながら、いやこれは合成だよって言ったら、確かに本当だ合成じゃんってそう言うんです。すごいなんかめっちゃすごいなんとも言えない難しいんですけど、そうなんともね、そう言えないんだけど、でも合成だと思うものもある。そうだよね、待って充電が 20% だ。夢を壊さないで、そう壊さないようにするわ。ちょっとごめんね、ごめんね今あれ押しちゃった、電源ボタン押しちゃった気づいたら1時間、早っ、意外と1時間早いな。じゃあこのままもうシンデレラで行くわ。お母さんも信じそんなわけないでしょ信じてないんだもんそうでもね、いると思う部分もあるし、いないと思う部分もありますかね。その人生き量とかさ、そういうものもなんか難しいけど、わかんないけどさ、保冷剤が挟めないんだけど無理だったか保冷剤。今日なんか暑くなりそうだなというか、そうなんかちょっと長めに配信できそうだなと思って、やばい、ちょっと待って。そうだから一応保冷剤持ってきたけど、冷やす場所がないし。そうなのよ、ありがとうねみんな。本当に幽霊見たことないよ。そう霊感がないの私。そう霊感が、間違った、霊感がないんです本当に、霊感がないんです本当に。そう、でもなんか止まってないよね今日。止まってないってことはいいんじゃないでしょうか。止まってないってことは寒くなったからかこれ冷剤で冷やすとね、なんか言うよね。そうなんだよ、そうなんだよ。 UFO も見たことないです。ちなみに宇宙人どのコーンとか言うけどさ、その見たことないんですよ実はそう実はないんですよ。そう、その質問には答えかねますですね、答えかねますですねそう、怖い夢だと思ったけど家族も見たって言うからきっと揺れた。ああそういうこと。あでも確かに私なんか
あれかも、ご都合夢に変えられる能力みたいなの持ってるからさそう、そのなんだろう、自分に都合が悪かった、例えばすごい幽霊を見たとかあったとしても、それを夢に変え、夢だと思って変えてるから、もしかしたら私が見た夢、ゾンビの夢とかも、もしかしたら実際起きた話だったのかなそう、私のそうスキルここにさ、これでこやつで見た時にさ、ここに出てくるのがスキル、ちょっと自分に起こった怖い話とかを全部夢に変えてる、変えることができる能力みたいな書いてあると思うんですけど、そうゾンビの夢を見たっていう話をみんなにねしたんだけど、そう夢だったんじゃなくてそれは本当の話で、今あれかも、びっくりした俺最後落ちただけ、そうあれだったかもしれない、今自分はなんていうのかな、2期なんていうの、ハートがこう1個ピュってなくなってたのかもしれないし、単純にアニメ伸びすぎそう、わかんないじゃん。でもそう、どんな説だって唱えられるんだからさ、今の時代はさ、だからそう、いやでもね、さすがに現実とそのなんだ、現実の反対、理想その夢と現実の区別はできていると思ってるからさ、今はね、いてたてた、でもやっぱり生誕祭のあれはね、やっぱり考えちゃうけれど、そうなんだよみんな、なんだ、赤ちゃんをいつか現実にしそう、なんだでもね、そうこうやってその話してることをさ、その正夢というか、なんだろう、夢で見たことは言わない方がいいかもしれないけど、その正夢にしたくない夢だったら言った方がいいじゃん多分ね、そう妄想現実にさえでもしたいから妄想するのかな人間って、で人間の話になっちゃったそう、猫は霊感があるって、あ、そう猫は霊感があるって言いますが、私の一緒に暮らしているトムくんはたまになんかって見てたりしますよそうって見てたりするよ、トム急にトムトムって呼んでもって見てるし、そうあとなんだろう、急に私がこうやってこう、あもう寝る、あもう寝るっていう時に、例えばじゃあ今から寝たとしたら11時ぐらいに、ああもう本当に眠りつこうというぐらいに、にゃーんってにゃーんって言ってなになにトムって起きたら、なんかドアの半分からこう見てたそう、このドアがそう寝るとき開いてるんですけど、ここにトムがこう半分こう覗いてたりとか、そう怖っと思ったんだけど、その時そういうことがあるんです。そうだからいるんじゃないかな、トムには。でもそれが幽霊かわからない、幽霊が見えてるって、赤ちゃんとかさ幽霊見えてるって言うけどさ、それは幽霊なのかわからないじゃないですか、透明人間が見えてるのかもしれないし言葉がなんだっけな、赤ちゃんとか猫とか動物とかってさ、その言葉が話せないからこそみたいなこと言ってたよね。そう見える説ありますが、でもそんなことはないのかもね、かもねそう、その幽霊がその見える方のお話を聞いた時には、そのあれみんな話したっけ、私のね、そのなんか守護霊的な、私の足元にはたくさんの動物がいるらしくてそうそう
たくさんの、めっちゃ今カミングアウトしたと思うんですけど、私めっちゃカミングアウトした、めっちゃ結構大事な話したそう、私の足元にはなんかめっちゃちっちゃい猫とかがいっぱいいるらしくてそう、そう科学でね、そう、あ、そう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 、ヘアメイクさんというか、そうなんですけど、あ、言った、あ、めっちゃカミングアウトしたと思ったら言ったのか、私言ってたのか、言ってたのかそう、なんか足元に結構なんかなんだっけな、猫とかなんかウサギとかちっちゃい、ほんとちっちゃい動物がいっぱいいるねみたいに言われて、そう、あ、そうなんですねってその時は本当に思っただけだったけど、そう、なんだ、みんなに言ってたのか、言ってたのかなんだ、そっか、言ってたの、あ、スイスさん恐竜だったんだ思ってくれてるのかも、本当に40代男性の勢い、え、嘘嘘本当に、あ、そうなんだ、あの、わかんないけどなんか足元にいるらしくって、そう、足元にいるらしい、あとここあとここそう、なんかね、わかんないけど守護霊として考えられるみたいな、すごい、でもめっちゃいい、え、どういうこと、ちょっと待って待って待って、怖い怖い怖い、このルームにもいっぱいいるねって、どういうことどういうこと、ちょっと待って待って待って、怖い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 、このルームにもいっぱいいるね、ん、 ここに見えるってこと、みんなには、え、え、え、わー、え、ちょっと待って、私さ、あの30分前ぐらいに言ってた話聞いた、あの幽霊は半分信じてて半分信じてないかな、え、ちょっと待ってでも今こうやって笑顔でいられてるってことはさ、そのなんだろう、あんまりあれじゃない、そのなんだろう、なんだろう、悪いあれじゃないんだったら別にいいけど、私は本当に本当に悪いあれじゃなかったら全然いいです足音、お母さんお母さんって言うかもね、そうかも、悪いあれはね、そう、でもあの足元になんかたくさん猫とかがいっぱいいるみたいな、特に猫みたいなこと言われたんだけど、あ、確かになんか野良猫とかいっぱい、おーいって声かけてたりとか、可愛いねって言ってたりとか、あ、首輪ついてるからもしかして家から逃走してきたのとか話しかけてたりするから、あれなのかも、それがこう生き霊となってこう私のことを守ってくれてるのかもしれない。大丈夫、動物が、そう、守ってくれてるのかなって考えると、その動物園には長らく行ってない、その北海道の動物園に行った以来動物園には行ってないんですけど、そう、あ、でもフラミンゴとかめっちゃ見るけど、そのフラミンゴの幽霊はなんかついてないみたいなのでフラミンゴはここにいないのでなんかポケモンの世界みたいになっちゃった、今私のポケモンみたいな、フラミンゴはここにいないので、そう、え、スイスイさん、え、そうなの、でも私は実際こう見えてないし、そう、見えてないし、なんだろう、こうオーラとかそのパワーとか感じたこともないし、
その守られてるなっていう実感とかもないしそう猫たちがこうここのとかにさ肩とかにこう乗ってさ「あっおめえ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 ここで寝ないでおめえおめえおめえ」とか思ったことないしそうだからそのなんだろうこう実際こう被害は受けてないしかといってそのいい被害も悪い被害も何もないから本当に何もないからそう本当に何もないのでそうそう舞台袖にいるんだあそうなんだなんでなんだろうでもデジャブビュデジャビュデジャブブ部下部下う上の部下上の部ってやばいあの上の部なんていうの部位のこっちうに点々の部まあ言えないんだけどそうデジャブも結構感じたことはあります私あやばいあこれ見たことあるあで次この人が動くでしょで今私ここ髪触られるでしょおやばいやばいやばい全部見たことあるで私今こっちに行くでしょってなるんだよね本当によくなるよくはならないけどあのあれさっきもあったあれさっきもあったあれさっきもあったっていうかあれなんか来たことあるんんってなったその先日さその萌さんとお仕事させていただいた時に起きましたそれがそうあれ待って今うわ待ってあやばい起きたあれみたいなことがあってそう何なんだろうねループしてる今そうなのでやばくて本当にやばかったわけじゃないけどそうやばかったわけじゃないんだけどその私はねよくあの一回じゃあ言っとくわその学校からの帰り道ねこれは小学校の話で小学校の時のデジャブをずっと未だに覚えてるんですけどああれが今で言うと言葉で言うとデジャブなんだなっていうものがあったんだけどその坂っていうかなんていうのかな坂階段をなんていうのかなそのさ学校に備え付けのさ階段の横についてるスロープかスロープあるじゃないですかなんかたまたまそっちからそのスロープを降りてる時に待って今不思議の国のアリスが頭に浮かぶでしょえ待ってでなんか色のついた紅茶が出てくるでしょえ待ってやばいやばいやばいみたいなことが1回起きましたでそれが2回起きましたそうっていう話がありましたでもなんかいろんなこういっぱいあるよねデジャブってなんか今思い出すとそのそれがすごい未だに鮮明に覚えてるんだけどそうオチはないオチないんですよそう全然オチないんだけどでもなんかすごいデジャブってなんで起きるんだろうねなんかすごい変だねなんか面白いねそうやって人間の心理というか面白いですねだからこういうのがなんか未だにえなんだろうって思うものがあるからそのあれなんじゃないかなそう幽霊とかになってしまうんじゃないかなそうそうでもどうなんだろう心霊現象っていうものは起きるんですかねいやでも分かんないね難しいねそう3次元にも起きるのだろうかじゃあ4次元はどんな世界なんだろうかって思うよねね難しいね 3.5 次元とかそう
え、でもこれ結構本気で真面目に話してる話なんですよこれね。うん、だから真面目に話してるから、そのいまだにもしかしたら10年後とか研究結果してるかも、研究結果をこう佐藤ひろかとしてその論文とか書いてるかもしれないそう、あの世の中の心霊現象についてとか、宇宙人は実際に存在したびっくりマークはてなとかで論文書いてるかもしれないそう、そのめっちゃ長くて全部漢字のさ、なんちゃら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 研究、なんちゃらなんちゃら研究所、なんちゃら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 委員会、なんちゃら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 代表佐藤ひろかとかになってるかもしれないから、 2.5 次元はあれだよね、濁りりですよねそうあれかもしれないから、そう陰を出て、あの陰を出てるかもしれないので、そう分かんないよ本当に、人間って何が起きるか分からないからさ、そういう可能性を信じるのはいいんだけど、あそうだね、 NGT がもっとこう注目されますね、だからそういうためになるのかも。社長にはならないと思うよ、なれないと思うよ、なりたいって思ってたとしてもなれないと思う、私の今のこの能力じゃ。そうなれないと思いますし、かといってそのそれこそ論文書く人にもなれないと思いますし、そうでも今このなれないと思うよーって話してるこのあれも可能性をこう一つずつって潰してるだけだからさ、そうさっき私が話したことをこう違うよねってなってるよねあ、ちょうど頭に乗せられそうだった、ありがとう。 2.5 次元なれるとしたら2.5 次元なれるとしたら、あれか、それこそその小越さんのあれだもんね、怪奇少女で 2.5 次元舞台、 そこであ 2.5 次元舞台ってこういうののことを言うんだって思った。そうなんかさ噂には聞いてたの、 2.5 次元舞台っていうのは、あ 2.5 次元舞台っていうのがあるんですっていうのを知ってて、あなんか今流行ってるんだねと思ってたけど、その実際こう 2.5 次元舞台って、あそういうことで 2.5 次元っていうのかって思った、小越さんのあれで、あそうだ日野さんもじゃん、そうだね 2.5 次元舞台そんななんかあれだよ、だってそのさ、でもすごいよねその技術というか、なんかウィッグとかもさその頭の形にきっとその舞台で動くからさ、こうなんていうのかな、こう取り付けちゃんと頭の形に沿ってると思うし、メイクとかもさこう舞台映えする剣しっかりそのキャラに見えるようにみたいな、そう演技力がまずねあるかと言われるとないかもしれないので、でもその今はその NGT48 としての目標が一番だし、今の私の世界では、私の世界ってちょっと難しくなっちゃうんだけど、私のこのなんだろう NGT48 としての目標というか生き様というか、そうそれは今その NGT48 でセンターになるとかソロ公演をやるとかそのことがやりたいって思ってるんだけど、その目標として掲げているんだけれども、でも本当に多分みんな知ってるかな、あのボムさんとか一番最初のなんていうのかな、将来の目標みたいな、これからやってみたいこととかにあげてたのってそのお芝居の話なんですよそう、あの日刊スポーツさんとかの一番最初の話、私の取材、あの4期生としてみんながそれぞれでこう取材受けてるやつ
見ると、あの私あの舞台に出たいって言ってるんですよそうだから、その夢が消えたわけじゃなくて、あの NGT48 としてセンターになるとか、その目標を叶えてからだと思ってて、そのお芝居とかそうやるのはって私は思ってるので、まだ今はそう違うわけじゃない、その今は掲げてない、そう掲げてないだけで、これからやってみたいんだよねっていう話をするかもしれない、ここでそうもしかしたら、そう、その先のこととしてかな、そうチャンスが、本当にそうチャンスが、私が今そのチャンスをいただけるかとかわからないんだけど、そう今その時じゃないかなみたいな、そう今は NGT48 のセンターになることと、あとソロ公演をやることっていう、でまずまあその前にまあ研究生から昇格するっていう、もう最上というか最大の夢があるんだけどあるんだけどね、そうだけどその先でねえ、なんかすごいみんな劇団を作らせようとしてるな、私に行き急いでるからね、そう行き急いでるんです私。